救急車が今病院に入ってきました。1台目の救急車が来てから5分足らずで2台目の救急車が来ました。今日昼頃、次々と救急車が到着したのは札幌市豊平区の KKR 札幌医療センター。2台目の救急車からわずか15分後、救急車が病院に入ってきました。今日3台目の救急車になります。緊迫する救急医療の最前線、搬送された3人全員が発熱を訴え、1人は新型コロナ陽性でした。起き上がれないですか？受け入れ可能だった場合に到着時間は？救急隊員からひっきりなしに寄せられる要請。この病院では先月、過去最多となる376回の救急搬送を受け入れました。新型コロナの感染急拡大に加え、子どもが手足口病や RS ウイルスの症状で搬送されるケースも増えているといいます。特に小児の救急車の搬入依頼が非常に増えてまして、7月は122件ということで、救急車が来るたびに、通常の業務と掛け持ちしながら対応していますので、限界に近づいてきてるんじゃないかなとは思います。救急要請が逼迫する札幌市、今週月曜日には救急事態を知らせるこんなツイッターの投稿が。出動率が9時台には 100% に到達、救急車が到着するまで時間を要することがあります。先週月曜日から1週間、札幌市内の救急患者で医療機関に3回以上受け入れを断られ、現場に30分以上とどまった救急搬送困難事案は統計開始以来最多の200件、前の週より53件も増えています。発熱患者の対応に追われ、医療機関の対応が追いついていないのが理由とみられています。50件ぐらい電話したけれども見ていただけなかったということで、救急車を呼ばざるを得なかったというようなケースもあるように聞いてます。こうした中、道内で今日新たに確認された感染者は7204人、初めて7000人を超え過去最多となりました。感染の急拡大の影響は命をつなぐ救命救急の現場にも及んでいます。